長谷川祭恵寺10月1日から1978年3月10日は、時事通信社の初代代表取締役、時事が放射、内外ニュースの創業者、全本社会長、君一等随放射受賞、同盟通信社在職中から記者として活動し、戦後は保守系言論人としても活動した。1945年の時事通信社創業以来、 四半世紀余りにわたって、同社を率いたが、老子対立を招いた責任を取って1971年に、辞任した。青森県青森市の七夜業を営む家に、男三人、女四人の兄弟の三男として生まれた。父は、三井銀行に勤める銀行員であったが、男子のいない長谷川家に、婿養子用紙として入り、七夜業を継いだ。 長谷川は小学校時代から秀才で知られたほか、少年野球では二類主として活躍した。1916年、学歩公園の西に位置する青森中学校に進学。英語が好きで、3年の頃から峠工事には熟語本位英和中辞典を読みながら歩いた。また、父から18史略や4章を読まされ、自らも読書を良くした。こうした経験は、 英語や歴史、漢学の教養を深めていった。中学時代の4年間を主席で通した長谷川は、第一高等学校文科考類を受験するも失敗。閉願していた文科兵類には合格したが、考類が諦められなかった長谷川は、神田二基町の日土講習会で勉強し、翌年文科考類へ進学した。中了10番で同室となった武藤富夫は、 中世の友人となった。入学後は、英語の書物を読み漁ったほか、フランス語、ドイツ語、ラテン語などの習得にも励んだ。ことに英語は語源にまで遡って、意味を調べるほどの熱の入れようであった。1924年、東京帝国大学法学部に進学。在学中に寄宿した寮では、矢部貞春と同室となった。しかし、 これまでの揺り返しであるかのように勉強に身が入らなくなった長谷川は試験を受けずにふらふらして過ごし3年で卒業するはずのところを1年留年した。何度も中退を考えたが高校時代の恩師に悟されて思いとどまった。例外的に田中幸太郎の講義は長谷川の関心を引いた。カトリック教徒であった田中の講義には キリスト教的世界観が反映されていたからという。この頃長谷川は、郷里青森のカトリック教会で洗礼を受けている。帝大を卒業後、実家近くの呉服屋の御女と結婚した長谷川は、郷里の青森で暮らしていた。未だ就職先が決まっておらず、このままではいけないと猛勉強を始めた矢先、この地を訪れた岩永祐吉に出会った。 岩永と意気投合した長谷川は、連合への入社を決めた。先速に家を借りて、妻と暮らしたが、家賃は連合での初任給と同じ30円であった。ため、しばらくは、親の援助に頼らねばならなかった。外信部に配属された長谷川は、外信局長、古野井之助及び、外信部長さがら左の下で、業務の就熟に努めた。 辞書を引くのを見たことがないと同僚に言わしめた、長谷川の英語力は、外心部で遺憾なく発揮された。満州事変に関する調査をしていた、リットン調査団が、最終報告を作成した際には、報告の内容を伝える AP 電を届いたそばから、和訳して読み上げ、部下に書き取らせた。出来上がった訳文は素晴らしく、添削の赤ペンを入れられることなく直ちに書く。 新聞社に送られたという。日本電報通信社の工人を廃していた連合は、この頃、一国一通信社の主張を掲げ、軍部を動かして、電通の吸収を図っていた。連合は同盟通信社に改組し、電通の通信部を合併させることに成功した。この新会社で、長谷川は外信部長に就任した。1937年6月、長谷川は、 ロンドン支局長の事例を受けた。ただし、すぐに、ロンドンへは向かわず、上海支社や米国を視察した後、フリーイート街のロイター本社ビル内にあった、同盟のロンドン支局へ赴任した。長谷川がロンドン入りした1937年は、第二次世界大戦直前の激動の時代であった。ナチスドイツによるオーストリアの併合、独軍のポーランド侵攻独軍による、 イギリス本土空襲といった重大事件を長谷川はロンドンの地で報じた。長谷川は東京本社時代事件があると各支局へ指令の電報を発していたが、ロンドン赴任後は逆に支局長でありながらしばしば東京本社へ指令電を打った。1941年12月8日、日本が米英戦線を布告すると、 イギリスは直ちに在留邦人を満島へ抑留した。満島にはイタリア人やルーマニア人、ハンガリー人などの敵国人が集められ、現地のアンホテル数百件に入って抑留生活を送った。長谷川は第26番艦長を任され、待遇改善などの折衝に当たった。将校の完成下に置かれた収容所での生活は不自由が多く、 週2回の散歩やラジオの聴取こそ認められていたものの、厳しい寒さや栄養不足に悩まされた。しかし抑留から半年余りの地の1942年7月16日、司令部から帰還命令が下り、9月27日に横浜港にたどり着いた。1945年8月の終戦時には陸軍省の意向を無視して、 日本のポツダム宣言受諾の第一報を打電した。8月10日午前3時に天皇が下したポツダム宣言受諾の方針は内閣初期官庁の佐古水久常を通じて長谷川に伝えられた。日本政府の終戦についての方針はポツダム宣言を受諾することに決まっているが手続きの上でひどく手間取っていて回答が遅れているという胸を流してほしいという。 佐古水の依頼を受けた長谷川は、海外向け放送でこれを報じた。すると、欧米メディアから日本への放送が直ちに返ってきた、ため、これを傍受した、陸軍内部は大騒ぎとなった。大本営の報道部は同日有告、徹底抗戦を主張する、陸軍大臣布告を発した。佐古水や長谷川のもとには、陸軍将校らが押しかけ、なぜあのような放送をしたのかと問い詰めたが、 両名は共に知らぬ顔を決め込んでことなきを得た。第二次世界大戦終結後、日本の占領政策を司る GHQ のダグラス・マッカーサーは9月14日、中流米兵による民間人への暴行事件を同盟が幾度も報じていることを聞かされた。マッカーサーは同盟を閉鎖せよと命じ、翌9月15日には GHQ の新聞家が同盟の業務停止命令を 発した。同盟からのニュースの供給停止で報道業界が大混乱をきたしたことから、命令は翌日正午に急遽取り消されたが、外国向けの電信同胞をなおも禁じられるなど、同盟への圧力は強まりつつあった。9月24日、長谷川は GHQ が政府から独立した新聞通信社の設立を許す。それこそが言論自由の大道であるとの声明を、 翌日の各長官に掲載させるという情報を入手した。この声明は裏を返せば政府と密接に関係している報道機関の存在意義を認めないという GHQ の意思表示である。国策通信社同盟が完全に解体される可能性がにわかに高まった。長谷川の報告を受けた同盟社長の古野伊之助は長谷川を連れて直ちに GHQ に向かった。 担当官のフーバー大佐に向かって、フルノは同盟を自発的に解散すると表明したのである。GHQ の手で解体される前に帰戦を制して偽装解散をしてしまうという巧妙な策であった。予想外の申し出に、フーバーはしばらく言葉を失ったという。この翌週に開催された同盟の第33回議事会の席上、フルノは新通信社。 共同通信社の設立を宣言した。新通信社は、共同通信社という名称のもとに、社団法人組織で、同盟と同じ新聞組合主義によって、来月1日から新首脳部、新方針によって、仕事をしていく。そして、同盟で育成された人材が、この新機構運営の中枢に座って、報道報告の使命を果たしていくことになる。古野の発言からわかるように、 栄光ある同盟の威発を継ぐのは共同通信社であった。対して共同通信社の枠組みから外れた業務、すなわち消去、出版を担当する通信社の方は、この時点では正式社名も決まっておらず、第二通信社と仮称された。新聞社向けの記事配信こそが通信社の本文であり、消去や出版は第二に過ぎなかった。ある日、 長谷川を昼食に誘った古野は、新聞組合を伊藤正則に、経済サービスを長谷川に任せたいと語った。長谷川は一旦は断ったが、外地に残る二千人近くの同志の生活を見て、やれるのは君しかいないとの懇願に負け、不勝不勝ながらも、古野の依頼を受け入れた。しかし、報道局長まで務めた自分が、暴流に回されたという現実は、容易には、受け入れがたく、 長谷川の真珠には鬱屈した感情が残った。姿勢会館長谷川は3回に代表取締役室を置いた、解散表明からわずか1ヶ月後の10月31日、同盟は正式に解散した。翌11月1日、共同通信社と知事通信社が発足した。時事は資本金が満足に調達できなかったため、1株50円の株式を 長谷川十12名の発起人が30株ずつ、他の全社員が2株ずつ引き受けて10万円を用意した。しかも保有株式数に関係なく一人一票の議決権を有するという独特な企業形態をとった。また、社長や常務といった肩書きは存在せず、代表取締役と取締役のみを置いた。知事の成り立ちを聞いた、米国のジャーナリスト、エドガー・スノーは、同社を 自事が試作者と呼んだほどであった。新会社の設立に際し、同盟の資産の分割がなされたが、これは明らかに共同に有利な内容であった。古野が起訴した同盟通信社の解散に関する覚書には、共同は新聞社及び放送協会を対象とする新聞通信を、自事は一般購読者を対象とする時事通信、経済通信、 出版事業等を行うとあった。これに基づき、通信者の命である国内専用船も、同胞無線も、すべて共同が引き継いだ。船舶向け無線は、新聞報道に関係ないから、時事に帰属すべきだと主張したものの、結局共同の所有物となった。市政会館内にあった、旧同盟本社の床面の割当て分は、共同が905坪。 対して時事は223坪に止まった。現金、預金は85万1320円、備品その他の資産は24万7964円が時事に引き継がれたが、毎月2万円ずつ召喚せねばならないとされた。時事は、社員数266名で発足した。しかし早晩、外地から引き上げてくる元同盟社員2000人をも、養わねばならなくなる。 資産を持たないに等しい時事にとって収入の確保は最重要課題であった。長谷川はソ連から帰国したばかりの農坂33を社長室に招き自らインタビューを実施。この時の聞き書きをまとめた亡命16年を上司した。書籍の流通網が確立されていなかったため、社員総出でスキア橋や日比谷公園前で街頭販売を行った。 同様に、徳田久一や志賀吉浦の本も出版した。共産党関係の書籍はよく売れ、発足後間もない時事の苦しい経営を支えた。時事は、左翼的だとする批判に対し、長谷川は、共産党のことを知らずして、なんで、共産党を批判できるかと応酬した。資金繰りに苦しみながらも、時事は、創業7年目にして、ついに配当を実現し、 1954年7月には日本で初めて無線ファクシミリによる報道を開始した。発足当初1200万円であった売り上げは10年で1億円に達した。だが、暴流を次がされたことへの不満や共同から受けた仕打ちへの反感を蓄積させた結果、長谷川は古野や共同に対する敵外心を抱くようになった。1952年、 公職追放処分を解除されたルノは、知事の取締役に就任した。長谷川をはじめとする執行部らは、ルノが取締役としての定裁を保てる、要、保有する株の一部をルノに譲渡した。しかし、長谷川とルノとの関係は、この後急速に悪化した。決裂のきっかけは、ルノが長谷川を参院選に出馬させようと、 工作していることを長谷川が知ったためとも言われるが、定かでない。しかし、時事、共同両者に、因然たる、影響力を保持するフルノが、両者の再合同に向けて動く、可能性は十分に残されており、手塩にかけて育てた時事を奪われる事態を、長谷川は強く警戒していた。両者は、互いに目も合わせないほどの険悪な関係になった。長谷川は、 共同への反感もろにするようになる。覚書には通信網や支社局の強用が認められて、いたにもかかわらず、知事はその恩恵に預かることができなかった。通信網を共同に取られた知事は、外国相場の情報を自転車で得意先に配っていた。この銀銀輪部隊を見た、共同の幹部らは、あれはバックビン通信社だと揶揄した。加えて、 外地から引き上げる元同盟社員は、資産のない時事が引き受けねばならず、長谷川は、途端の苦しみを味わった。稼ぎ頭であった、新聞社向けの一般ニュース部門を受け継いだ共同と比較したとき、この境遇の差は容認しがたかった。出版屋だからと不意調する共同の妨害のため、時事は記者クラブへの加盟を許されなかった。また、かつての同盟には、 運輸省から鉄道のパスが支給されており、共同もこれを引き継いだが、知事は記者クラブによれば、オタクは出版会社とのことだからとの理由で、パスが与えられなかった。1966年に共同の社長に就任した福島慎太郎は、役付き社員に対し、国際通信社の資格を持つのは、知事ではなく、共同を置いて、他にないと語った。こうした発言は、 長谷川の神経を逆なでした。長谷川は、会う人ごとに不満をぶつけた。この年、古野が74歳で死去したが、長谷川は通夜にも葬儀にも参列しなかった。共同の幹部らは、長谷川を、恩知らずと罵った。その数年後に開かれた、岩永祐吉と古野の追悼会に、長谷川は招かれなかった。共同への対抗心を募らせた長谷川は、 共同の領域とされた一般ニュース部門への進出を考えるようになる。創業1周年を迎えた際には、両通信社が一定の領域において合理的に競争することこそ、新聞界の健全な発達を期し、優秀な通信人を養成するゆえんだと語り、覚書の覇気を施行していることを明らかにした。1949年、共同の労組が行ったストライキについて、 GHQ 新聞課長、インボデン少佐は、共同、自治業者の間に激しい競争が展開されていたなら、共同通信社が現に当面しているような問題は、起こらなかったと信じたいとして、覚書には、独勤法違反の疑いがあると案に示唆した。7月14日、長谷川は、共同常務理事の松方三郎と直接交渉し、覚書の撤廃を実現させた。 時事は、この直後、特進プレスサービス、時事メールサービスを相次いで開始するが、本格的なマスメディアサービスは控えてきた。しかし、外務省による補助金をめぐる一件が長谷川を動かした。1962年末、外務省が共同に対する対外宣伝費を計上するという話を聞いた長谷川は、共同に予算をつけるのならば、時事にもつけてほしいと陳情したが、 閣僚らは難色を示した。その理由が、知事は単なる経済専門通信者に過ぎないと、共同の幹部に言われたからであると知った長谷川は、奮撃し、ついにマスメディアサービスを本格開始した。海外展開も積極的に進め、共同を上回る数の海外支局を持つまでに至った。1965年、共同はアジアニュースセンター計画を立案。 内閣官房長官や朝日、毎日、読売などに対し総額10億円に上る援助を求めた。これはアジア各国に日本のニュースを英文で配信する計画で国家に依存した事業構想は同盟時代を思わせるものであった。しかも連絡委員会の場で NHK 会長前田義則が語ったように共同と知事の合併も視野に入れていた。 これに反発した長谷川は、保守系議員らに、左翼変更している共同に、対外報道を任せると、危ないなどと解く一方、同年9月には、太平洋共栄圏特報を、開始、共同を牽制した。太平洋共栄圏特報は、4年後には、太平洋ニュース圏2回そして、アジア11カ国の通信社と提携して、記事の交換などを行った。 各社代表を市政会館に招いた長谷川は、日本の報道の現状について、他産業部門はほとんど世界一流に越し、少なくとも西洋各国と対等の持ち場を確保しているのに、ニュースサービスだけは、植民地の域を脱出することができず、取り残されていると語り、ニュース植民地からの脱却を高らかに宣言した。同盟の前例に照らして、共同の 一国一通信社論を批判した長谷川も、また国家代表通信社の最高を夢見ていた。そして、自らが名手となることを目論んでいたのである。東京証券取引処理事の馬場光雄は、取引書機能と相場情報伝達機能をコンピュータ化する構想を持っており、伝達役を担う企業として時々に白羽の矢を立てた。また、 コンピュータによる経済情報通信サービス、ストックマスターを要するロイターは、この事業を共同展開するよう時事に持ちかけた。時事の編集局長、足立鶴太郎は、ニューヨーク証券取引所がコンピュータを導入したという情報を知った。経済通信を制御にする時事にとって、NYSE のこの動きは重大な示唆を与えているかもしれないと感じた足立は、 ニューヨークの外交問題評議会への派遣が決まった外報部記者の小林敦博に調査を依頼した。1962年にニューヨークへ渡った小林はコンピュータについての調査に没頭した。取引所で小林は入力された薬場価格が瞬時に電光掲示板に表示され、さらに外部にも配信される様をつぶさに観察した。 コンピュータ専門家を辞任する日本の学者ですら、コンピュータを計算機としてしか捉えていなかったこの頃にあって、NYSE はコンピュータを人間にも変わり得る機械として使用している。この驚愕の事実を小林は膨大な報告書にまとめ上げた。ニューヨーク証券取引所の電算化と題されたこの報告書は日本の自治本社に送られ、長谷川に回覧された。さらに、 証券主任、小林都志蔵を通じて、東証の馬場光夫の元にも渡ったのである。小林都志蔵は、馬場と東証の電産化を検討する一方、東証の株価をコンピュータで伝達する事業を始めるべきだと、何度も長谷川に進言した。一方、ニューヨークのアルトラニクシステムズ社が開発した、ストックマスターの端末を、米国以外で販売する権利を獲得したロイターは、 苦労を重ねつつも欧州各国で端末を販売し、強固なネットワークを築き上げていった。そして、日本での事業展開を実現すべく、知事との提携を模索し始めたのである。ロイターの社長ジェラルド・ロングは自ら日本を訪れ、再三にわたり、長谷川との面会を求めたが、キョルスと、おぼしき回答が返ってくるばかりであった。やっと面会できた長谷川に対してロングは、 当証の電算化の必然性とストックマスターの重要性を順々と解き、自治が共同販売をしてくれるならば利益を切半するとまで語った。しかしいずれの提案にも、長谷川は首を縦に振らなかった。コンピュータ化のために必要とする莫大な投資に時事が耐えられるか。また、景気の波に左右されやすい証券市場で安定収入が得られるか。長谷川は こうした点を懸念した。長谷川がコンピュータ化に二の足を踏んでいる間に、証券の世界では別の動きが進行した。1969年春に行われた日本経済新聞社と野村証券とのトップ会談をきっかけに、両者が出資する合弁会社をコンピュータでの相場情報伝達の担い手にする計画が浮上した。 大倉省の後押しを受けた日経は1971年に野村をはじめとする大手証券会社や日立製作所とともに株式会社市教情報センターを設立し、ロイターも交渉の末クイックへの共同出資を果たした。クイックは日立が開発した専用端末ビデオ愛を武器に急成長を遂げた。対する時事は結果として大きな後期を逸視することとなった。 新商法の施行により、1952年に一人一票の議決権は一株一票に改められたが、従業員株主による直接投票で全ての取締役を選出する制度は継続した。だが、2年ごとに開催される取締役選挙では、長谷川の票は次第に伸び悩み、ニートの差は縮まる一方であった。この事態に不安を覚えた長谷川は、 代表取締役候補のみを選出し、他の取締役候補は代表取締役候補が指名できるように定款を改正した。この制度は代表取締役に権限が集中することから、社内では大統領制と通称された。これに反対したある労働組合員は、社法で潔く社を辞めた方が良いと批判された挙句、呉市局に飛ばされた。 組合は社に意見することをやめ、息を潜めるようになる。長谷川に批判的な取締役は、海外の支局に飛ばされ、役員定年の60歳を迎えるまで帰国を許されなかった。社内では、密告が横行し、社員が少しでも社業に不満を漏らせば、直ちに執行部に伝わった。長谷川は、未だ、日本では定着していなかった、能立主義の給与査定を導入したが、 評価の基準が執行部の裁量に委ねられる面があった。また、宿直手当や寒冷地手当などの各種手当を廃止する給与一本化を実施したが、この時は職生らを使って賛成の署名を集めさせ、自発的な手当廃止という形をとった。同盟外法部の勤務スタイルが染み付いていた長谷川は、勤務時間は午前9時から午後5時までで十分として、 時間外手当も廃止した。手当を求める記者たちに、長谷川は今や第一報はテレビが伝え、新聞がそれを参考に記事をまとめる時代だから、特集を追い求めるよりも効率的な業務を行うべきだと反論した。しかし、幼稚朝掛けは不要と宣告された政治部や社会部の記者は指揮を落とした。長谷川はまた、記者の大臣随行も不要と訓示した。 交通費も支給されなかったため、記者らは恥を忍んで他社の記者に頭を下げ、相乗りを頼み込まねばならなかった。不満を覚えた社員の間からは、現状打破を探る者が何人か現れた。彼らは秘密裏に連絡を取り合い、徐々に活動の輪を広めていった。活動開始から数年後、次第に正式な労働組合の必要性を感じた彼らは1968年、 時事通信労働組合を結成した。組合には約120人が参加し、待遇改善などを要求する運動を展開した。対する執行部は新組合結成の動きを察知しており、組合委員長に就任する予定であったものを金沢に配点するなどの圧力をかけるとともに、ほとんど活動を行っていなかった時事通信社労働組合を 労使協調型の組合として復活させ、新組合と対抗させた。新組合は当初、露骨な闘争路線を取らずに団体交渉を求めたが、長谷川は決して応じなかった。代わりに出席する八代の代表は、待遇改善要求をことごとく拒否した。結成から1年4ヶ月後の地の1969年11月10日、新組合は、 闘争委員会声明を発し、初めて編集局長の解任を要求するとともに、これまで封印してきたストケンの行使も辞さないと宣言した。1970年、7人の記者が配点された。7人はすべて、組合委員で、主要幹部も含まれていた。新組合は、長谷川体制打倒を全面に押し出して、闘争を開始する。1970年、長谷川が、 画報保と新連合に寄稿した一文が国会で問題となった。保とは、自治画法者が総理不幸法室からの委託により編集する政府、観光物であったが、日本国憲法を数四つけのちゃんこ鍋憲法と表した、この文章に対し、日本共産党の岩間正夫が参議院、内閣委員会で政府観光物が憲法批判を掲載しても良いのかと質問した。岩間は、 雑誌の編集権が総理府にあるとすれば、日本国憲法第99条に違反するとして、総理府総務長官の山中貞則を追求した。山中は政府観光物に掲載する記事としては、ふさわしくないと答弁、身体問題にまで発展した。この一件は、正解、寛解の少なからぬ人々に、長谷川の政治的センスを疑わせる結果を招き、 執行部の間にも動揺が広がった。1971年3月26日、新組合は決起した。午前4時、初期長が電園調布にある長谷川の自宅に電話をかけ、ストライキの開始を通告した。市政会館にピケを張った組合員らは、出社しようとする社員に対しては、職場放棄を求め、幹部らとは乱闘を起こした。長谷川は、 長田町のヒルトンホテルに退避して、指揮を取った。4月28日、組合は2度目の全日ストを断行した。会社側は150名の社員を泊まり込ませて、組合と退治。さらに機動隊をも出動させ、抵抗する組合側と乱闘する騒ぎとなった。同日昼、3階のロビーで座り込みを始めた、組合側に対し、経営陣4名が、 組合側の代表4名との交渉を提案した。これを了承した組合側は、ロビーで団体交渉を開始。午後11時過ぎまで続いたこの交渉で、組合側は、暴力行為調査委員会の設置を求めた。社側もこれを了承したが、交渉は、中途で終了した。創業以来の混乱の中、5月29日に、第51回定期株主総会が開催された。 戦術の通り、知事は、社員が、同時に、株主でもある企業であった。そして、経営権を握る長谷川の持ち株比率は4%に、過ぎない。組合は、この点をつき、株主総会で多数発行策をすることで、長谷川体制に挑む戦術を用意していた。組合議長の長谷川が、開会宣言をするや、いなや、組合側の職員が、 議長の不信任動議を提出した。これが否決されると、組合側は、ホトの筆化事件やストの際の暴行事件などの責任を問う質問を次々とぶつけた。しかし、職政の一人による同義で質疑は打ち切られ、提出議案が強行採決された。一方的に閉会して、席を立った長谷川を逃がすまいと、組合委員らが退去して押し寄せ、会場は、 土豪に包まれた。長谷川は行く手に立ちふさがる組合員の肩に噛みついて、辛くも代表取締役室に逃れた。部屋の扉には強権に注意と書かれた紙が貼られた。長谷川派の幹部は、この後も組合による激しい吊るし上げに遭い、造反する者も現れた。帝国ホテルに逃れていた長谷川は、ついに辞職を決意した。 6月1日午前8時、臨時取締役会が帝国ホテルの1264号室で開催された。長谷川は一連の混乱の責任を取って辞職することを表明、他の取締役らも同意した。取締役全員は今日の職場内の状況から判断して、秩序維持の責任を追いかねるので連米辞職することに合意しました。実際の運びとしては、 全株主による無記名投票により、11名の新取締役の就任を決定することを期待し、それまで引き継ぎなどのため残務処理に当たることにします。昭和46年6月1日以上のような決議書に取締役全員が署名した。長谷川から辞職の話を聞かされた、岸信介や長谷川俊は、左傾化する共同に対抗する意味で、 自事の存在は貴重であるとして、本意を促した。一度は辞職を決意したものの、この闘争には言論界の行く末がかかっていると感じた長谷川は、直ちに取締役への復帰に向けて動き出した。反長谷川派の職勢は、新組合とともに、時事通信社再建株主連盟を結成。対する長谷川らは、副審が組合側によって、監禁、暴行を受けたと、 刑事告訴して対抗したが、大方の指示は再建連に傾いていた。再建連は新しい取締役を選任するため、速やかに株主総会を開催するよう要求した。これに基づき7月17日に開催された臨時株主総会で、かつて長谷川に疎んじられた福岡市社長の佐藤達郎を含む9名が取締役に選ばれた。そして、 総会直後の取締役会で佐藤が代表取締役に選出されたのである。代表権を剥奪された長谷川は9月30日、辞児を退社した。長谷川は退職金として5000万円を支給するよう要求して新経営人と争ったが認められたのは半額の2500万円に止まった。しかも当座の支給額は1500万円のみで、 残りは時事への敵対行為を行った場合は直ちに支給を打ち切るとの条件がついていた。時事を追われた長谷川は時事が放射に移り、持てる力をとに注いだ。しかし、同盟時代から長谷川に付き従っていた女性秘書の放給をめぐる内紛によって時事が放射からも去ることとなる。これと前後して長谷川は内外ニュースを設立し、週刊誌。 世界と日本を相関した。しかし内外ニュースでも、長谷川批判が起こった。普段の女性秘書と長谷川が、社の経費を公然と気ままに使っているとするビラが、巻かれたのである。海文書は、指針を捨て幹物を、避けと、秘書の悲鳴を要求していた。こうした内紛の最中の1978年1月30日、長谷川は足元のふらつきを覚え、 自宅近所の病院で検査を受けた。その結果、がんが発見され、関東低心病院に入院して、医を摘出したが、すでにがんは転移拡大していた。3月10日18時10分、急性心不全のため死去。74歳。内外ニュース社奏が港区あたごの清掃寺で行われた。知事の2代目代表取締役に就任した佐藤達郎は、 この葬儀を自治との合同葬とするよう遺族に持ちかけたが、長谷川の未亡人はこれを拒絶。十三回忌の際も、自治の参列を認めなかった。自治の元社員の一人によれば、自治の経営者としての長谷川は、最初の十年は新種の貴重に富んだ企業家だった。次の十年で独裁者になり、最後の七年は駅よりが世を多くなした。 発足当初の時事は、社員全員が、同等の発言権を持つ平等主義的な企業であり、労使関係は険悪ではなかった。日本初の無線ファクシミリ実用化など、先進的な事業にも取り組んでいる。しかし、次第に、権力への執着を見せるようになった長谷川は、経営の合理化や、相次ぐ廃転で社員との関係を悪化させ、その間に、近世日本国民史や、 少年日本史で在庫の山を抱えた。時事の社史である時事通信社50年史もワンマン体制確立後の長谷川を批判的に描写している。しかし、長谷川の最大の失策は電算化に遅れたことであった。経済通信社の看板をおとましく思った長谷川は共同に対抗して一般ニュース分野への進出に意欲を燃やしたが、 コンピュータ株価情報サービスへの進出には、再三の説得にもかかわらず決断しなかった。その結果、進行のクイックに成功の果実をさらわれる事態を招いた。元来経済通信者であった時事にとって、これは特に大きな痛手であった。長谷川が時事を追われた1971年は、クイック創業の年であると同時に、米国大統領、 リチャード・ニクソンが n d ドル交換停止を宣言した年でもあった。変動相場制に移行した金融市場は驚異的な勢いで規模を拡大した。この波に時事は乗り遅れることとなったのである。ジャーナリストとしての長谷川は生涯にわたって精力的に活動を続けた。経営者となってからも新聞や雑誌に寄稿し、テレビの時事解説番組にも出演した。 原稿は、日々の業務の合間や日曜日に書いていた。取締役の一人、上村東吉が、大変ではないかと問うたところ、長谷川は、物書きは、物を書くことは全然苦にはならないんだよ。本当に好きだからと答えた。上村は、この人は経営者ではなく、ジャーナリストであり続けるべきではなかったかと感じたという。長らく政治や外交を論じてきた、長谷川の思想は、 一般に保守的と評されている。長谷川は1960年の安保改定に賛成し、その前段階たる警察官職務施行法改正問題をめぐる公聴会では報道機関の長でありながら公実人として改正を支持する証言をなした。他に、ホトでの憲法批判、近世日本国民史、全百官や少年日本史の刊行 世界と日本に書き綴った一連の文章、あるいは内外情勢調査会の設立などが、長谷川の保守性を示す例として挙げられる。左派陣英は、こうした点を捉えて、長谷川を、ファシスト、極右主義者などと批判した。ただし、長谷川は、国策通信社に席を置きながらも、太平洋戦争がいかに無謀であるかを認識していた。また、 身の危険を犯してもポツダム宣言受諾を報じており、必ずしも極右主義者の一言では、長谷川のすべてを言い表せない面もある。日本新聞協会、英文年間による。日本の報道機関が有する海外支局の数は、時事が28で、全国1位、共同が27で2位であった。下山進む。勝負の分かれ目 P167。下山進む。 勝負の分かれ目ピアニッシ二も237から238総関号の挨拶で、長谷川はマスメディアが押しなべて反体制的な変更に災いされているとすれば、世論を誤り国運を危うくすることになりかねませんと書いた。教育直後を読み直そうと題する文章では、自由主義、民主主義にめまいした世論が、ようやく教育直後を再発見しようとしていると述べている。 ありがとうございます。